孫玄一は、大韓民国の軍人、外交官、政治家、韓国海軍の父と呼ばれる、初代海軍参謀総長を務めた。後に潜水艦、孫玄一の官名となった。別名は孫元伊豆。1909年5月、平安南道で孫貞道の長男として生まれる。3.1運動後、両親と共に吉林省に移住した。 1925年4月30日、吉林省洋少年会吉林洋社会に加入。独立のための宣言運動に注力し、朝鮮人生少年を対象にした集会活動を展開した。1927年、上海国立中央大学公開課に入学。1930年6月30日、上海国立中央大学公開課第3期卒業。 航海士の免許を取得して、上海招き商局に勤務した。当時、中国政府は海軍部海軍補完を募集しており、孫玄一は試験を受けて7月16日に合格した。続けて7月21日に中国海軍部派遣留学生試験に合格して、ドイツの練習船に乗船。 1931年から1932年までに投稿会士としてラムセス号に勤務、ハンブルクのアメリカ帰船会社に勤務した。1933年から上海海岸警備船及び商船に勤務、地中海、大西洋、インド洋、太平洋を回り、英語、ドイツ語、日本語、中国語の5カ国語を習得した。 1934年11月25日、平安南道日本警察と平安部日本警察に逮捕される。2ヶ月の服役後、出刊して中国に渡った。緊急を助けることにし、東和洋光の天津市店長及び上海市社長として活動しながら臨時政府に資金援助をした。1945年8月16日、宝天から列車に乗り、 ソウル駅に到着。8月21日には、ソウル街で海軍創設のための人員を募集する張り紙を貼っていたが、そこで同じような内容の張り紙を貼っていた、てえつよとであった。同じ日に合流した、ハンコースの3人で、駅統合して、海事隊を結成した。海事隊を、朝鮮海事報告団と統合して、朝鮮海事協会に解消。 同年11月11日にソウル広市イサオ堂で解剖兵団を創設した。創立をこの日にした理由については、孫玄一は海軍は真摯であるべきを心情にしており、十一を縦に書くと死になることに着目して死が二つ続くことから11月11日となった。1946年1月には海軍兵学校を設立して校長となる。 同年6月、解防兵団が朝鮮沿岸警備隊に改編されると総司令官に就任した。1948年に韓国海軍が発足すると初代参謀総長となった。霊水、順天事件鎮圧の教訓から海兵隊の必要性を感じ、1949年4月に韓国海兵隊を創設。 1949年に募金活動で12万ドルを集め、アメリカから小海底4隻を購入。同年10月、艦艇購入のため、アメリカに渡ったが、朝鮮戦争の勃発により、1950年7月16日に帰国。7月はじめ、猿生片ギ国防部長官の命令を受けて、歩行警備部司令官に、慶州、歩行、 英徳一体で予備検測した住民200人を処刑するよう命じた。朝鮮戦争では多くの海上作戦の成功に寄与した。新川上陸作戦では韓国海兵連隊の作戦を監督するため海兵と一緒に上陸。後にマッカーサーからシルバースターを授与された。9月18日、第一海兵師団の布告により新川の臨時市長となった。 李称番は海軍を重要視しており、本来なら陸海空と呼ぶところを海陸空と呼び、最初に孫元一を対象に昇進させようとしたが、船が一隻もないのに大将となったら、全世界の海軍が笑うでしょう。将来、海軍が軍艦を持つことになれば対象階級を受けますと断った。1953年6月。 新翼期国会議長や白土人,人財務部長官と共に、エリザベス女王退冠式に出席するため出国。プリマスで急遽帰国命令を受けて戻ると、李正万から国防部長官を引き受けるように言われた。当時は、李正万の捕虜釈放で世界が騒然としていたため、それを沈める目的で国防部長官となったが、結果的に3年も在籍し、戦争の後始末を引き受けた。 国防部長官になって最初の課題は休戦協定であった。李承万は反対していたが、孫玄一は休戦反対は韓国の意思だけでは達成できない状況にあると説明し代表ではなくオブザーバーのみを送ることを提案した。1954年5月、ジュネーブ会談が開かれることになったが、李承万は共産党とは言葉が通じないのに、 何のために時間と金を無駄にするのかと反対であった。これに対してアメリカは北朝鮮でも代表を送るのに韓国が参加しないのであれば韓国の国際的な立場が悪くなると圧力をかけた。孫玄一は李正番を説得しようとしたがなかなか動かなかった。そこで代表団を派遣する代わりにアメリカに韓国軍の装備強化を要求するという選択肢を 提案した。1965年7月14日、金広市市、金在春、僕平県、僕窓川明、白禅鎮、総高市さん、蝶徳章、李、総教万、最敬六ら予備役将軍とともに、日韓基本条約の反対声明を発表。デモによって、学生と軍が衝突する中、翌8月27日には、国軍将兵に送る交代文を発表。 国軍将兵が神聖な国土防衛の使命よりも、執権者によって国民や国家の利益に反する目的で動員される悲しき事態に至ったとし、執権者たちを反民族行為者であり、民主主義に逆らう反国家行為者だと急断した。また、国軍将兵にはどんな状況でも愛国国民に銃を向けてはならないと訴えた。2012年9月、 大韓民国国家法君どころが9月の6.25戦争英雄に選定2013年11月戦争記念館が11月の五国人物に選定2017年4月19日妻の幸運恵みが死去21日に告別式が行われ遺体は孫元一の墓の傍らに埋葬された戦中の孫元一ありがとうございます